今まで手料理してきた中で一番上手、めちゃめちゃ美味しい。天才なのかもしれない。黄身がトロトロでめっちゃいい感じじゃないですか。はい、友永美代です。今回は料理動画です。さあ、何を作ると思いますか。今日は一日外に出ていて、さっき帰ってきたんですね。でもヘトヘトなんです。なので私が最近大好きなこちらを作っていきます。じゃん、ビビゴのレンジでクッパ海鮮スンドゥブ、イエーイ。カップ麺かーいって思いましたか。それではみおチャンネルどうぞー。こう疲れた日は特にこういう料理とかはしたくなくなる気持ちになるので、そういう時によくね、最近はこれを食べてるんですよ。めっちゃ美味しいんだよ。ご飯がね全部ついてる。やばい、また赤いピカピカになっちゃった。充電がピンチです。いつもじゃん。美味しそう。水を1000まで入れます。 OK。 レンジで4分20秒チンします。ということで出来上がりました。じゃーん、お腹すいた。今日のメニューはこのスンドゥブクッパでしょ。で、あとなんか残ってたお味噌汁と、じゃん、煮卵です。これはね、なぜなのかちょっと食べながらお話ししていこうかなと思います。いただきます。本当に本当にお腹すいたの。そして皆さん、画質はどう思いますか。実はちょっとあのカメラの充電が本当に切れちゃったので、さすがにこのチンしてる4分じゃ充電がたまらなかったから、急遽ね iPhone で撮ってるんですよ。でも最近の iPhone はマジで優秀じゃないですか、カメラが。だからね、いけてると思うんだけどね、どうかな。うん、おいしい。辛い。今日も一日頑張った。美味しい。ちゃんとね、海鮮の味するんですよ。それがすごい。コンビニにあるんですよ。コンビニで見かけて、珍しいらしいです、日本にあるのが。ちょっと詳しくないかあれだけど、この煮卵は作ったんですよ。たまたま YouTube をいろいろ見ていて、で見た瞬間、よし作ろうと思って急いでキッチンに行って作った。これはね、2日ぐらいね、冷蔵庫、1日かな2日かな、なんかどっちか冷蔵庫で寝かせたです。ちょっと食べてみよう。美味しくできたかな。あの動画みたいにできたから。お、だけどめっちゃ上手じゃん。ちょっと滑って取れないんだけど、見てこんな感じ。黄身がトロトロでめっちゃいい感じじゃないですか。テンションめっちゃ上がる。すっごい嬉しい。今まで手料理してきた中で一番上手。嬉しいんだけど、食べよう。楽しみ。取れるか。取れた。めちゃめちゃ美味しい。天才なのかもしれない。トロトロ。嬉しいなぁ。これは失敗するかなと思ってたんですけど、大成功です。やったー、嬉しい。うん、めっちゃね簡単だったんですよ。辻のぞみさん、辻チャンネルを見たんですけど、ゆで卵を6分茹でて、皮むいて入れ物に
卵とめんつゆを半分ぐらいで、その上にお水をゆで卵が浸かるぐらい入れたらできるんです。お味噌汁、うん、おいしい。しめじ、キャベツが大量に余っていて、味噌汁に入れておいしいのかなと思ってキャベツ入れてみました。うん、まあお味噌汁って何でも合いますよね。なんかいつもなんか YouTube で喋りたいこととか携帯のメモにね、めっちゃメモるんですよ。でそれをたまに見ながら、あ、こういうこと話そうって YouTube を撮影しながら思うんですけど、今日は携帯でこの動画を撮ってるからそのメモが見れなくて、すごい今心細いです。ということで、今回は、今回何だったら、これを作ろうだったのか煮卵が嬉しすぎて。ということで今回は料理動画でした。料理動画って言っていいのかわからないけど、本当にね、これめっちゃ好きなので、美味しいからぜひ食べてみてほしいなっていう感じです。あと煮卵が思ったよりも上手に作れてめちゃめちゃ嬉しい。ここ最近で一番嬉しい。ということで本日も見てくれてありがとうございました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録者数5万人10万人目指して日々毎日頑張ってます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。